ジョン・ミルトン・チビントンは南北戦争のニューメキシコ戦役とコロラド戦争での活躍で知られる19世紀のアメリカ合衆国陸軍士官。彼は1862年のクローリエタの戦いの英雄として称えられたものの後に起きた1864年のサンドクリークの虐殺により彼の名声は悪名高いものと化す。チビントンはオハイオ州レバノンに生まれた。 メソジスト教会で洗礼を受けたチビントンは聖職者になることに決めて1844年に聖職に定められた。1853年、彼はカンザス州のインディアンブー族ワイアンドット族の伝道のためメソジスト伝道遠征隊に参加した。1856年、奴隷制度に対する率直な憎しみのためにチビントンは彼の集会で 奴隷制を支持しているメンバーから脅迫状を受け取った。この結果、メソジスト教会は、チビントンを、ネブラスカ州オマハの教区に移した。1860年、チビントンは、彼の家族と共に、コロラド州デンバーへ移動し、メソジスト教会ロッキー山脈地区で、年長の議長として活動した。翌年戦争が勃発した時、コロラド巡州知事のウィリアム・ギルピンは、 牧師としての権限を彼に提供したが、チビントンはこれを拒否し、戦争に参加したいことを告げた。こうして、彼は、ジョン・ピース・ロー大佐率いる、第一コロラド志願兵の少佐となった。ヘンリー・ホップキンス・シブレーによる、ニューメキシコ巡州でのテキサスの攻勢の間、1862年3月26日に、チビントンは、アパッチ峡国に418名の強固な、 文献隊を率いて、そこで彼らは、チャールズウェル・パイロン少将指揮下の300名のテキサス軍を驚かせた。驚いたテキサス軍は4名が殺され、20名が負傷し、75名が捕らえられた。一方でチビントンの兵士は5名死亡、14名が負傷した。この小さな勝利は、スローの軍隊の指揮を高めた。三月十八日、スローは、 チビントンと彼の400名の兵士を一旦スローの本体によるクロリエタ峠の前線での攻撃に従事した後、旋回する命令によってシブレイを攻撃するために派遣した。チビントンは峠の上に陣取ったが、スローまたはシブレイが到着するのを無駄に待つことになった。彼らが待っている間、数名の偵察がシブレイの貨物の積まれた供給列車が ジョンソンズ牧場の近くにあることを報告した。シビントンの指令によって部隊はスロープを格好し、疑いようのない供給列車に忍び寄った。彼らは隠れて1時間待ち、そして攻撃して誰も殺されたり負傷したりすることなく、連合国軍の小規模な警備隊を捉えて撤退した。その間、クロリエタの戦いは、ピジョンズ牧場で展開していた。シビントンは、 急いで交代しているのが見て取れたスローの本体に戻った。連合国軍はグロリエタの戦いで勝利した。しかしながら、チビントンのおかげで彼らにはさらに前進するための供給物資が全くなく、やむを得ず交代した。チビントンは戦いの結果を完全に覆し、そしてシブリーの部下がテキサスに向かって戻って、二度とニューメキシコを脅かさなかった。 彼の南部同盟の供給列車の発見は純粋にアクシデントだったが当然チビントンはジョンソンズ牧場の彼の決定的な攻撃でかなりの賞賛を得た。また彼が放火がビジョンズ牧場から来るのを聞いてすぐにチビントンがスローの軍隊を強化するために急いで帰ったなら彼の400人の余分な兵士によって北軍が戦いに勝ったかもしれないと示唆された。 チビントンは、誰も実際に殺されたり負傷したり事件で、南北戦争のマイナーな軍事の英雄になったという、点で珍しかった。彼は1862年4月に第一コロラド志願兵器馬隊連隊の大佐に任命された。しかしながら、チビントンのより暗い側面は、囚われている他、南部同盟の牧師の苦情により、明らかにされている。その牧師は、 ジョンソンズ牧場で捕らえた囚人を殺すとチビントンに脅かされたと残している。1862年11月に彼は志願兵部隊の巡将に任命されたが役職は1863年2月に解かれた。1864年11月、アラパホ族を含むシャイアン族インディアンの一団をアーカンソー川沿いの彼らの保留地からインディアン巡州の新しい保留地へ 強制移住させるため、チビントンは、監督官として第一コロラド騎馬隊を率いベントズフォートからコロラド南東部に入った。この際、サンドクリーク沿いに野営した彼ら非武装のインディアンに、対して、チビントンの部隊が行った、無差別虐殺、サンドクリークの虐殺を指揮した。彼は、当時白人の間で普通に主張されていた、インディアン嫌いを隠そうとせず、 次のような言葉を残している。インディアンに同情する奴は踏んだ。私はインディアンを殺さなければならない。そして神の天国のもとでは、どのような方法であってもインディアンを殺すことはまさしく、名誉あることであると信じる。尺道色の反逆者ともを殺すことこそ、平和と平穏を達成する唯一の道だという、考えに至って、私は十分に満足している。 シビントンの率いた部隊が虐殺したのは和平派のシャイアン族のバンドで、ブラックケトル州長は TP のてっぺんに白旗を掲げて非武装、無抵抗の意思を示していた。にもかかわらず攻撃を加えている。白旗を掲げている相手に軍事攻撃を加えるのは非人道的であり、完全に一方的な虐殺行為である。シビントンは当時の白人たちが 皆そうであったように、インディアンの部族が細かいバンドに分かれ、それぞれが独立した自治を保ち、部族とは決して一枚版ではないということが理解できていなかった。シャイアン族が白人に逆らっているということは、シャイアン族の部族の中で白人に逆らっているバンドがあるということなのだが、白人社会にはこれが難しく、また分かりにくいことであり、 まるで全てのシャイアン族が一段となって白人に逆らっているように見えていた。とはいえインディアンの文化に興味も関心もなく彼らに消えてなくなってほしいと考えていた質の人間たちには理解すること自体無理な話であり自然な解釈であると言える。チビントンはこの無差別虐殺の命令として兵士たちにこう叫んだと航生の電気物などで主張されている。殺せ。 どいつもこいつも頭の皮を剥げ、大きいのも小さいのもだ。白身の幼虫は白身になるからな。このチュウィントンの虐殺命令に対し、将校の一人サイラススーレはこれに逆らい、目の前のシャイアン族は有効的であるとして、部下に火器の使用をしないよう命令した。だが軍は命令通り、大きいのも小さいのも無差別銃撃を加え、彼らの虐殺を実行した。 シャイアン族戦士たちは抵抗しようと試みたが、突然襲われたこと、そしてこの直前に無抵抗の意思表示として、自主的に武装を解除していたため、抵抗というような抵抗もできずに殺された。この勝利を祝って、彼らの本陣のある西部のコロラドのデンバーでは、記念行進が行われ、一般大衆や新聞は、南北戦争以来の栄光として称賛した。 あとにスーレの告発によってその内容が明らかになると東部白人社会にスキャンダルを巻き起こすこととなる。チビントンは彼の軍が抗戦したのは敵対的なインディアンであり何名かの兵士が記念品としてインディアンの体の一部を切り取った行為は単にその勝利を祝ったものだったと証言した。しかしスーレと彼の部下、告発協力者らの証言によって 事件の調査が行われ、陸軍の軍法会議では、チビントンが部隊に発した命令は、違反行為という結論が下された。スーレたちは、チビントンに不利な証言をしたため、チビントンは、スーレを、偽証者と求断したとされ、後に、スーレは、サンドクリークの虐殺に加わっていたというチビントン、部下の兵士によって殺害されている。この殺害に、 チビントンが関わったとされているが証拠はない。この虐殺におけるチビントンの霊国といえる行動は通列に非難されたが彼はすでに陸軍を去っており一般的な南北戦争後の恩赦制度では彼の刑事責任を問うことができなかった。とある陸軍裁判官はサンドクリークが恥と一気通りですべてのアメリカ人の顔を覆うことができるくらいの 冷血な虐殺であったと言及したとされている。死体の切断を含む虐殺の野蛮さに対して東部大衆は激しく米国のイメージを損なったことに行き通り、それは後に中西部のインディアンとの全面戦争の考えを一部見直す、要米国議会に申し入れるほどのものであったとされている。ただし彼らの主張はインディアンたちに保留地を与え、年金手当、 党を正しく施せば、こんな問題などなくなるはずだという、インディアンたちからすれば非現実的な、白人の一方的な思考活に全身に書き立てられた、同情程度のものであった。1866年12月21日、フェッターマンタイイラーの部隊が、シャイアン族とスウ族の連合軍と対峙した際、彼らは、挑発に乗ってしまい、結果的に全滅する事態にあったとき、 シャイアン族の戦士たちはフェッターマン含む米軍兵士に対し彼らの体を残酷に切り裂いてチビントン隊が起こした残虐行為の報復を行っている。厳しく罰せられることはなかったがチビントンはコロラド民兵を辞職させられた。一部大衆の激しい憤りは彼を政治から引き下がらせ修正へ向けたコロラドの運動に彼は加われなかった。 1865年、彼はネブラスカに戻って貨物運送業になったが不守備に終わったという。カリフォルニアに少し住んだ後に、チビントンはオハイオに戻り農業をし、後に地方紙の編集者になった。1883年、彼はオハイオ立法府で選挙運動をしたが、対立候補がサンドクリークの虐殺に注意を向けたので、やむを得ず引き下がった。 彼はデンバーに移り、1892年にガンで死ぬまで執行官代理として働いた。チビントンは、修正、サンドクリークの虐殺は守備よく行われた軍事任務であり、遠征自体がインディアンによる一連の白人に対する襲撃に対抗したものだったと主張した。彼自身は、虐殺がシャイアン族、アラパホ族、スー族の怒りを買い、 またインディアンによる白人襲撃の大義名分を強めたこととなり、白人への襲撃を増加させ多くの人々が殺されたという結果を都合よく無視している。彼が起こした虐殺は非人道的な悪夢的破壊行為であり、この罪が追求され続けるのは自然な流れである。だが、白人たちの入植以降、数えきれないほどインディアンへ犯してきた虐殺。 蛮行の事実を都合よく解釈し、彼に全責任を押し付け、他の民族浄化から注意を逸らそうとしているのもまた、事実である。1887年、ミズーリーパシフィック鉄道の鉄道長として、虐殺のあった場所に、かなり近いところに、コロラド州チビントンの町が設立され、名前もそのままジョンチビントンにちなんで名付けられた。その町は、 1920年代と1930年代のダストボールの間、いくつかの建物がまだ残っていたが、やがて無人となり、見捨てられた。ベリーマイハートアットユーンデッドニー。ありがとうございます。